はいどうもみなさん、こんにちは。サーディの河野源都です。入試問題の自供プレイ。今回は、慶応大学医学部の数学の問題やっていこうと思います。まあ、慶応大学医学部、ね、言うまでもなく、私立医学部のトップですよね。まあ、僕自身問題自体は見たことないんですけど、一応東京大学医学部の出身ということで、楽しみながらね、経緯の問題解いていこうと思います。僕が初見の問題にどういうふうに取り組んでいるのかっていうのもわかると思うので、ぜひ最後まで見てみてください。 それでは早速やっていきましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。今回扱っていくのはこの3問。まず、括弧1から関数 y イコール2 cos 2シータマイナスルート3 cos ンシータマイナス二乗シータ。シータが0から π はシータイコール何とかのとき、最大値何を取ると。まあ、これは基本問題だよね。s i n シータと c o s ンシータの二次式だから、半角を使って。まあ、半角の公式ね、あの、覚えなくていいんですけど、導ければ。 使ってるうちに勝手に覚えちゃいますよね。まあ、それが理想なんだよね。あのー、ちゃんと理解していく中で、公式っていうものを一回一回ね、導いていく中で、導いてたら気づいたら覚えちゃった、みたいな。まあ、こんな感じで半角の公式してあげることによって、2タの、え、二次、え、一時式か。えー、ここが1と2分の1だから、2分の3、コサイン o シ2タ定数項が1と、引く2分の1かプラス2分の1と。 まあこういうふうに、サインとコサインの一時式になるから合成で、ね、一時式。まあこれ2分のルート3でくくってあげることによって、マイナス1とルート3がこんな感じで出てくるね。まあ丁寧に書かなくてもいいっちゃいいかもしれないけど、まあこれによって2分のルート3かける2、長さ2。だからルート3、サインかっこータプラス、えー、120度。個人的にはね、120度のままの方がいいんですけど、まあ3分の 2π っていうふうにしますか。 ね、プラス2分の1。であとは、ここの最大値を考えていけばいい。で、位相の部分が、えシータが0から π。まあ、半周分だよね。だから、3分の 2π から始まって、2シータプラス3分の 2π っていうのは、3分の 2π から、ここ1周分だよっていうことね。で、サインの最大値はって言ったら、当然、まあ、1周して、ここ。450度。まあ、本当は450度のままで扱いたいんだけど、まあ、ちょっと π、π ってめんどくさいよね。まあ、シータは、 450度っていうのは、2π たす2分の π だから2分の 5π、引く3分の 2π を半分にしたもの。だから、えー、12分の 11π のとき、θ が12分の 11π のとき、ルート3たす2分の1。ね、ルート3プラス2分の1の最大値を取るよっていうふうになるのかな。まあこんな感じ。まあ基本問題。じゃ基本問題だね。じゃあ次、カッコに。赤玉1個、白玉2個、黒玉3個が入った袋が1つある。確率問題ね。はじめに K 君はこの袋から同時に2個の玉を取り出す。 で、玉を戻さずにね。そう、戻すか戻さないかって大事だね。オークが袋から同時にこの玉を取り出す。この思考において、K 君が取り出した2個の玉が同じ色であるが A。ークが B か。で、A と B の赤辞書、A かつ B の確率は何とかであり、和辞書はこれであると。まあ、要は、赤1、赤1、白2、黒。3、まあ、黒。こういうのでしょうか。3っていうのがあったとして、 えー、K くんも O くんも同じね、色を取り出すよっていうのは、だから白白か黒黒かしかないもんね。だから白黒の順で同じやつ取り出すか、黒白の順で同じの取り出すかっていうことなわけだけど、6個ともね、えー、別の玉っていうふうに考えてあげると、分母は 6C にかける 4C に、K くんが取り出すのと O くんが取り出すもの。で、えー、白黒の場合は 2C にかける 3C に、 で、黒白の場合も一緒だよね。一緒。だから、えー、15系690で245分の3だから15分の1かな。これがう。次、和辞書 A または B。だから、どっちかが同じ色を取り出せばいいんだけど、赤辞書を求めたから、あとは A の PA と PB を求めるようにね。PA は簡単だよね。PA は K 君が取り出した2個の玉最初の方だから、白か黒。だから、6C2 分の 白を取り出すのは 2C2。だから1。たす黒を2個取り出すのは 3C2 の3。だから15分の4だね。で、PB を求めていけばいいんだけど、O くんがちょっとめんどくさそうだけど、これあれだね。くじ引きと一緒だね。くじ引き。くじ引きって、あの、ね、順番どこであろうが変わらないよね。確率って変わらないよね。って、そのくじ引きって結構ね、本当に平等。いろんな条件を変えたとしても、あれ 本当にこういう風に変えたとしても結局平等になるのはすごいねっていうのがくじ引きなんですよ。まあこれも結局くじ引きだよね。ケイ君、オー君、順番、顔いらんかったとしては元に戻さずにっていうのもくじ引きと同じんだし、まあ15分の4になるってこと。まあ あの、試験本番だったら一応15分の4になるってこと確認するけどね。15分の4たつ15分の4引く15分の1で15分の7かな。まあ、多分、そこです。はい。過去3。座標空間に 3.a, b, c を考えるとき、三角形 ab, c の面積は何とかである。とりあえず三角形 ab, c。これはまあ、ベクトルで考えれば一瞬だね。ベクトル ab っていうのが、えー、b 引く a のね、座標を考えることによって、マイナス1、2、0。で、ベクトル ac っていうのが、えー、これ引くこれっていうのを考えることによって、 マイナス1,0、マイナス3というふうになるから、あとはこの公式でね、A 三角形 ABC のやつは2分の1ルートこれの2乗だから4たす1で5るこれの2乗は9たす1で10引くこれとこれの内積の2乗だから1の2乗で一1だから2分の1ルート49で7ということが分かる。 2分の7か。間違えた。2分の7ということが分かる。また、3.abc からの距離が等しい点 pxyz は全て同一直線上にある。この直線に平行の単位ベクトル p で、正の x m を求だ。三点 a b c からの距離が等しい点 p。あ、これあれだね。だから abc があって、常にね、等しいものっていうのは、このね、外心を通って、外心ね。 外心を通って、この平面に垂直なところっていうのが全部ね、あの、同じ距離になるんですよ。まあ、これ、東脚四面体っていうところでよく使う性質なんですけどね。はい、東脚四面体。まあ、これ、数 A の範囲ですね。はい。ということは、これに平行な単位ベクトル、P ベクトルっていうのは、この、えー、へ、えー、垂直だね。A, B, C の面に垂直なタ単位ベクトルを考えていけばいいから、まあ、これね、ズルなんだけど、外積っていうものを使っていきます。 ま、外積ね。あの、ぶっちゃけ大学の範囲なんだけど、絶対に、あの、押さえておくべき範囲。あの、いろんなところで使えるからね。でいろんなところで使えて、まあ、お得。で、こういうね、あの外席、外積まあ、いずれ、あの、動画出すので、ぜひチャンネル登録しといてください。はい。いい感じに宣伝もできましたね。マイナス6、マイナス3、2っていうのが、えー、垂直なね。垂直。ということで、この大きさは36、9、4の49だから、大きさ7か。 ということで、7で割ってあげて、正の x 成分だから、マイナス7倍、7分の1倍して、7分の6、7分の3、マイナス7分の2と。はい、こんな感じで解くことができました。ね、あの、最後、外積っていう、まあ、ずるい技とか、これ、ちょっとくじ引きじゃんとか言って、ずるい技使っちゃったんですけど、あの、大丈夫かどうか、ちょっとチェックしていきます、答え。えっ、ー、と、形容医学の問題ですね。一つ目が、12分の 11π と、あれ、ちょっと待って、12分の 1π と、ルート3プラス2分の1。 えーっと、OK。次、15分の1と15分の7。ね、ずるしたやつね。ずるしたやつ。OK。これも大丈夫。次、2分の7と7分の6、7分の3、マイナス7分の2。これは、OK。はい、合ってますね。はい、まあこんな感じで慶応大学医学部の問題、パッと解いてきたわけなんですけど、 まあ、そうですね。感想としては、意外とね、基本的な問題が多い。でも、その基本的な問題の中で、本当にしっかりと本質を抑えてね、こういう、えー、要は何を言ってるのかっていうことを抑えつつ、じゃあ、それにね、必要なツールっていうものを持ち込んでくるっていうことね。まあ、それで、まあ、最後ね、繰り返しになりますけれども、こういう外積とかの動画、あの、今後も出していくので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよ、こういうね、実況をプレイしてほしいよっていうものを、ぜひ、 え、コメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう